はい、こんにちは。純米酒専門屋新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、初心者の方、そしてね、日本酒これから飲もうかなという方に非常におすすめの一本のご紹介したいと思います。高知県亀泉の山田錦を使った純米大吟醸の生酒、そして酵母はね、セル19という酵母を使ったお酒をご紹介したいと思います。じゃあまずボトルをですね、ご覧ください。はい、こちらですね。高知県亀泉、まあ、筆文字に変わりました。数年前まではですね、かなりドーンとね、亀泉というふうにね、書いてあったんですけども、まあ、筆文字の書体にね、一新されたラベルです。まあ、そしてこちら兵庫県産山田錦を使った純米大吟醸ということで、で、ここをご覧いただくとですね、使用酵母、はい、セル19と書いてあります。はい、まあ、こちらのセル19ということは言葉ですね、まあ、亀泉というとですね、セル24という酵母を使ったお酒が非常に有名なんですけども、まあ、とてもこうパイナップルやね、リンゴ系の香りが華やかなセル24という酵母を使ってます。で、それに対してこちらはセル19というですね、こちらも同じく、高知県のオリジナルの酵母なんですけども、まあ、これはセル24に対して、ややですね、カプロン酸エチル、いわゆるリンゴ系の香りは少しだけ抑えめです。とは言っても、日本酒の酵母全体の中では非常にこう高い数値を出すんですけども、まあ、そして酢酸イソミルがややセル24よりもちょっと出ますよと。まあ、そういう酵母ですね。というわけで、まあ、スペックを見ただけでもですね、山田錦使って純米大吟醸で生酒で、セル19使ってるとなればですね、かなりこう華やかな印象をね、持つんじゃないかというね、予測が立ちます。まあ、こちら生酒ということでですね、生酒の方はですね、香りが華やかになりやすいんですね。これはなぜかと言いますと、まあ、火入れをすることによって熱が加わると香りの成分というのはちょっと揮発してしまいますので、まあ、そういった意味でも生酒の方がですね、同じスペックで比べた場合、火入れよりも華やかである可能性が高いということです。はい、ではちょっとですね、テイスティングしたいと思います。まあ、今日はですね、ちょっと外が非常に風が強くてですね、まあ、台風が近づいているというね、噂です。まあ、ビュービュー風が吹いてますけど、まだ雨はね、降っておりません。はい、というわけでですね、こちらですね。はい、まずテイスティングしたいと思います。まあ、色味はね、そんなに色づいているわけではなくてですね、まあ、ほんのり薄くね、青みがかっているという印象です。はい、じゃあ香りいきたいと思います。はい、あ、もうリンゴ、そうですね、パイナップルのようなちょっとこう南国系のフルーツのね、香りが感じられます。まあ、これだけでもね、ワイングラスで飲んでいただくと、あ、日本酒ってこんなね、華やかな香りするんだねというふうになると思うんですけども、まあ、よくね、フルーツの香りどこから来るんですかというとですね、まあ、酵母ですね、酵母由来になります。まあ、酵母というのは、まあ、当然こう糖を食べてアルコールを作ってくれる、まあ、そしてね、二酸化炭素を出す、まあ、さらに香り成分も出してくれるんですね。まあ、ただ香り成分を出すかどうかっていうのは、まあ、発酵のね、温度でしたりとか、まあ、その経過によって、もろみの経過によってですね、変わるんですけども、まあ、一般的にちゃんと作ればですね、まあ、香りを乗す酵母は香りをしっかり出してくれるということで、うん、まあ、非常に華やかですね。まあ、一杯目に飲むには非常にふさわしいお酒なんじゃないかと思います。後半に飲むとね、ちょっとこう香りがね、重いなっていうふうに感じちゃうかもしれないんですけども、まあ、最初に飲む分にはね、非常にこう心地よく感じられると思います。じゃあちょっとね、味も見たいと思います。うん、香りほどですね、甘くはないんですね。はい、もっとね、甘いんじゃないかな。まあ、例えばセル24なんていうと比べるとだいぶね、まあ、いわゆる辛口に感じると思います。結構こうすっきり消えるんですね。甘みがあるんだけど、すっきりしてるということで、重くない、くどくないね、まあ、そんなお酒ですので、まあ、これはちょっとね、飲んじゃいますね。はい、うん、まあ、香りがあってキレがいいということでですね、まあ、一杯目非常におすすめなお酒です。まあ、ぜひですね、ちょっと日本酒飲むことを躊躇している方がいらっしゃったりとかね、若い女性の方にもぜひおすすめできる一本ですので、こちらの亀泉、華やかなお酒が非常に多いですので、まあ、特にこの中のね、オレンジのラベルでしたり、あとは、セル24という、まあ、いろいろこう文字が書いてあるね、まあ、そんなラベルがあるんですけども、見かけたらですね、ぜひおすすめしてみてください。はい、というわけで本日もご視聴どうもありがとうございました。